ホワイトヘルメット、正式名、シリア民間防衛隊は、シリアの反体制派支配地域とトルコで活動する、ボランティア組織。シリアでの彼らの活動の大半は、爆撃に応じた都市型捜索救助、医療救助、危険地帯からの民間人の避難、必要不可欠のサービス提供で構成されている。組織の創設以降159人のホワイトヘルメットが、殺害されている。 ホワイトヘルメッツとも呼ばれる。後に、シリア民間防衛隊となる救助隊は、シリア内戦が激化した2012年後半に現れた。政府の支配下で亡くなった地域は、政府軍による持続的な攻撃にさらされており、それに対応して、正式な政府機構がない場合、影響を受けたコミュニティ、特に、アレッポとイドリブの民間人ボランティアの小グループが、 爆撃を受けて負傷、または破壊された建造物の瓦礫のもとに閉じ込められた人々を手助けするために集まった。西欧、アメリカ、日本の政府からの寄付を含む訓練、資金提供及び支援は国際パートナーから提供され、トルコのアクト捜索救助協会と様々な NGO、詩人、公的資金調達活動、チャリティーの支援も受けた。 初期の支援と訓練は、元イギリス陸軍士官のジェームズ・ルメスリエールが設立した NPO、メーデー・レスキューが提供し、組織の発展における重要な要因となった。地方と衆議会もメーデー・レスキューとアークと協会に参加し2013年早期に最初の訓練プログラムを作成した。イスタンブールに拠点を置く国際契約企業アークは、 アクトによる訓練を受けるボランティアのトルコへの入国を手助けした。初期の訓練コースにはトラウマ治療、指揮、制御、危機マネジメントが含まれる。その後2年間で独立した民間防衛隊の数は、ラエド・アルサレーなどの初期訓練の卒業生が新たなセンターを設立したことで数十に増えた。 SCD の全国組織は独立チームの会合で2014年10月25日に創設された。SCD は8県に地元の民間防衛センターが100以上あり、約3000人のボランティアが活動する組織に成長した。2014年10月、これらの自己組織のチームが集まり一つの全国的な組織、シリア防衛隊を組織することを評決した。 2017年1月時点で SCD は2014年の計測開始以降8万人以上を救出したと主張している。ホワイトヘルメット自体もシリアとロシアの空爆の標的になっている。エコノミストによれば SCD の約6人に1人は殺害されたか重傷を負っており、多くが彼らが遺体を捜索している時に再び同じ場所にロシアとシリアが空爆を行う。 ダブルタップによるものだった。2017年8月には、イドリブ県のサルミーンにある、作戦センターで7人が明らかな暗殺により、死亡した。2016年12月14日に、シリア軍がアレッポ東部を奪還したため、SCD トップのライドサレーは、アレッポ周辺の反体制派支配地域への SCD 隊員の安全な通路を要求した。 シリア民間防衛隊は、アレッポ東部でのロシア軍の戦争犯罪を訴えるために、インディペンデント・ドクターズ・アソシエーション、シリアン・ネットワーク・フォー、ヒューマン・ライツ・バイオレシャンズ・ドキュメンテーション・センターに参加し、シリア・アラブ共和国に関する独立国際調査委員会に共同で報告書を提出した。2014年11月のマーラとアン・ルーマーンでの攻撃の後、 アメリカ合衆国国際開発庁が提供したホイールローダーを使って瓦礫を撤去中の SCDSCD の使命はできるだけ早く最大多数の命を救い人々のさらなる負傷と財産の損害を最小限に抑えることである。彼らの仕事は国際人道法で提示されているような15の民間防衛任務をカバーしている。 シリアでの彼らの活動の大部分は爆撃に対応した都市型捜索救助、医療救助、危険地帯からの市民の避難、必要不可欠なサービスの提供で構成されている。SCD の最も有名な役割は、シリア空軍のヘリコプターから投下される即席爆発装置、損爆弾による空爆から市民を救出することである。 バシャール・アル・アサドからの支援要請を受けて2015年9月30日にロシアがシリア内戦に介入した。SCD の仕事の大半はロシア空軍の攻撃機による空爆に対応している。SCD は救助サービスの提供だけでなく損壊した建造物の安全確保や電力、水道サービスの再接続などの修復作業、道路の清掃、 不発弾の危険性についての子どもたちへの教育と同様に消火活動、冬の嵐対策も受け負っている。時事世界で最も危険な仕事と表現されることもある。SCD の任務は様々な高戦地帯の脅威によるリスクが伴う。組織の創設以降2016年後半までに159人のホワイトヘルメットが殺害された。SCD は 国際民間防衛機構とは提携しておらず、1972年からアイクドのメンバーであるシリア民間防衛隊とのつながりもない。しかし、シリア政府の民間防衛組織は反体制派支配地域では活動しておらず、シリアの民間人への爆撃は、シリア政府軍が同地域に対して行うことが圧倒的に多いため SCD は民間防衛任務に従事している。 2015年時点では、SCD の年間予算は諸外国の寄付と公的、資金調達の合計額3000万ドルである。フルタイムで勤務するボランティアは、毎月150ドルの給料を受け取る。SCD は、ガズイアンテプのトルコシリア国境に連絡オフィスと、トルコに訓練センターを有している。ホワイトヘルメットには、約100人の女性がいる。SCD は、正式には、 公平な人道 NGO であり、いかなる政治的、または軍事的当事者との関係を持たず、必要としている人には誰にでもサービスを提供すると約束している。SCD は、地元評議会や武装勢力との交渉を通じて、活動区域を拡大してきたと主張している。SCD は、オランダの NGO、メーデイレスキューと緊密なパートナーシップを結んでいる。 メーデーレスキューのシリアプログラムマネージャーはフェアルックホビブであり、彼はホワイトヘルメットの国際関係のトップとして説明されている。2015年5月、SCD のトップのライドサレート、メーデーレスキューのトップのジェームズ・ルメスリエールは国際連合安全保障理事会と欧州連合の外交官と会い、シリア上空の飛行禁止空域の施行を主張した。 2015年9月の国際連合総会のサイドミーティングでも飛行禁止空域の施行が主張された。ホワイトヘルメットはアメリカ合衆国イギリスや他の西側政府から事前資金を受け取っている。初期の最大出資者はメーデーレスキューを通じて出資したイギリスの外務英連邦省だった。2016年時点で SCD はアメリカの民間の国際開発企業 ケモニクスを通じて部分的に資金提供を受けていると述べている。資金提供者は現在カナダ政府のピースステイブルゼーションオペレーションズプログラムやデンマーク政府、ドイツ政府、日本の国際協力機構、オランダ外務省、ニュージーランド外務省、アメリカ合衆国国際開発庁とイギリスのコンフリクト、スタビリティセキュリティファンドが含まれる。 USAID は2013年から2016年3月までに少なくとも2300万ドルを寄付した。イギリス政府は2012年から2015年11月の間2500万ポンドの資金を提供し、2016年10月までに3200万ポンドに増加した。SCD はまた負傷したボランティアの治療の提供と彼らの家族をサポートする。 ヒーローファンドへの個人のオンライン寄付も受け取っている。SCD は地域及び国際メディアのシリアの紛争報道において幅広く言及、引用、または描写されている。SCD のディレクターのライド・アルサー・ソレイは民間人への爆撃に反対する率直な提唱者であり、国際連合安全保障理事会や他の国際機関で何度も演説している。 イギリス政府の530万ポンドのメディア活動家プログラムにはシリアの独立ジャーナリスト及び活動家の訓練も含まれており、その中にはツイッターとフェイスブックでのホワイトヘルメットの活動報告向けの訓練も含まれていた。SCD は2つの映画の題材になっている。配信サービスのネットフリックスはドキュメンタリー映画、 ホワイトヘルメットシリアの民間防衛隊を2016年9月16日に公開した。同作は第89回アカデミー賞で短編ドキュメンタリー映画賞を受賞した。SCD トップのライドサレーは有効なビザを持っていたが紛争の激化によりオスカーのセレモニーに行くことができず、映画のカメラマンを務めたハリド・ハティーブもビザの問題により出席できなかった。 AP 通信は、ドナルド・トランプ政権下のアメリカ合衆国国土、安全保障省がハティーブに関する不名誉情報を入手したため直前にハティーブの米国入国を禁じる措置を取ったと報じた。2017年に公開された、アレッポ最後の男は、シリア人の監督フィラス・ファイアドが、デンマークの映画制作者、スティーン・ヨハネスセン及びアレッポメディアセンターとのコラボで、制作された。 本映画は2017年のサンダンス映画祭のワールドシネマドキュメンタリーコンペティション部門で審査員、大賞グランプリに選ばれた。2016年に SCD はノーベル平和賞にノミネートされ、第二のノーベル賞と言われるライトライブリフット賞を受賞した。2017年に SCD は、 レフュージーズインターナショナルのマッコール・プアルパオリー・フマニタリアン・アワードを受賞し、SCD の女性ボランティアたちは、サラ・ブラウンが設立した子供たちのチャリティー、ズター・ワールドのズター・ワールド・ホープ・アワードを受賞した。これらの賞を受け取った SCD の女性ボランティアのマナル・アボジードは、フォーチュン氏の2017年の世界の最も強い女性たちのリストに入った。2017年に、 ポリティコは子供の救護者として知られているアレッポの有名メンバーのハレド・オマー・ハラーをシェーピング、シェイキングスターリングヨーロッパリストの28人の一人とした。彼は2016年8月のアレッポ空爆で死亡した。ハラーはアレッポ最後の男での主要な登場人物であり、死後に同作は彼へと捧げられた。他の有名なメンバーには、 イドリブで瓦礫の下から子供を救出した民間防衛隊員、モハメット・アブ・キーファがいる。2017年8月12日に明らかな暗殺により、彼が25歳で死亡したのを受けて、BBC ラジオ4のラストワード・デ・キーファの人生が賛美された。調査に携わるジャーナリストとアナリストによれば、SCD はロシア政府、シリア政府及び組織が武器を運搬し、 テロリストグループを支援し、シリア内戦に肩入れしていると非難する政府の支持者による組織的な情報戦争活動の標的になっているという。ガーディアンのオリビアサロンによれば、英語のロシアのテレビネットワーク RT や報道機関スプートニクへの寄稿者の主張も同様に精査されているという。事実検証サイトのスノープスによれば、ホワイトヘルメットに対する これらの非難は証明されていない。同様に、複数のジャーナリストが SCD を非難する個人の信憑性と政府とのつながりに関して深刻な疑問を提している。ニューヨークタイムズのリンダチャーによれば、ホワイトヘルメットはアルカイダのメンバーというアサド大統領の主張は根拠がないという。2016年11月、シリアのメディア機構、レボリューショリーズ・オブ・シリアメディアオフィスは、 ホワイトヘルメットの二人のボランティアが、マネキンチャレンジ用に救出作戦を演出した様子を映した映像を公開した。SCD は、ボランティアの判断ミスを謝罪し、公式チャンネルに録画をシェアしていないと語った。2017年6月、SCD のメンバーが、親政府勢力の兵士の切断された遺体を埋葬する際に武装勢力を手助けしたことが発覚した後、 SCD は彼を解雇した。また、ホワイトヘルメットの存在と活動は、ヌスら戦線の広報で利用されているとして、そのあり方に否定的な評価も存在する。ありがとうございます。